2020明治安田生命 J3 リーグ第15節バンラーレ八戸対 FC 岐阜の一戦をお伝えしてまいります。 J リーグ通算100試合出場のセレモニーが行われています。バンラーレ八戸の予想フォーメーション、ゴールキーパー花田、フォーバックです。左から佐藤、近石、そして今季初スタメン中谷、国分、アンカーに国領、インサイドハーフは新山と中村、3トップ左から秋吉、上方、そして高見となっています。一方アウェー FC 岐阜のフォーメーションです。 4-1-4-1 を予想してみました。ゴールキーパーは松本、フォーバック左から橋本、井岡、治、ヘンリー、甲斐、柳沢、アンカーに武田、そして左サイドは相原、そして中央大西と川西、右サイドは町田ブライト、ワントップは高崎が起用されています。さあどちらで来るか、高崎のシュート、右に外れていきました。さあコーナーキックのチャンスです。巻いてくるボール、キーパー花田がカットする、このシュートは入った、トリックシュートを決めてきました。かかとでの背番号2番橋本のゴール、今シーズン2ゴール目は先制点となりました。かかとでのこの花田が追いつけない位置のゴールとなりました。右の国分へのパスでしたが、これが弱いパスとなってしまった、奪われます。そして川西が一気に持ち上がる、右に出して高崎、中に折り返して町田ブライトのシュート、2点目岐阜、町田ブライト J 初得点は貴重な追加点。川西が一気に駆け上がり、そして右サイド高崎よく見ていました。町田へ送って右足振り抜いた町田はゴール左隅へ決めてきました。町田ブライトプロ初ゴール、ここで近石が長いボールを出した、ただスリップしてしまった。ここで前線からプレッシャーをかけに行く、笛は鳴っていない、奪った秋吉、上方、そして回していく、スリップしてシュートは中村のシュートでしたが、ここは左にゴール左へと外れていきました。ニアに蹴る、ニアのシュート、ヘディングシュートは黒石、後ろでつないで徐々にビルドアップ、佐藤、中へアーリークロス、通った、黒石はどうか、シュートは長いアーリークロス、黒石うまく足元に収めたんですが、最後のシュート決めることはできませんでした。前に出します、後ろからのスライディングです。あ、ここで中谷にイエローカード2枚目が提示されてしまいました。2枚目のイエローでレッドカード、これで中谷は退場ということになります。川西ボールキープ、左に叩いて相原、さあ相原引き足は左、クロスを入れてヘッドのシュート、決まりました。3点目、素晴らしいクロスから高崎の今シーズン5ゴール目、次の1点は岐阜に入りました。これで3対0となりました。つないでいく高崎、右にはたいて高崎のシュート、最後は
ワントップストライカーに打たせましたが、ここはゴールとはなりません。ただ今日ワンゴールを決めている高崎、そして前線の選手たちの激しい運動量もありました。ここで長い笛、試合を終始渡ってコントロールをした FC 岐阜、勝ち点3を獲得しています。3対0での勝利です。